今日は何がしたい？何だって付き合ってやる。最近新しい歌を覚えたんだ。聞いてみるか？ん？宅配でも来たのか？前に間違ってお前のシャンプー使ってクラス中からいじられ続けたなんてことがあったな。キラキラ光るお空の星よキラキラ星だ。お前が一番好きだった曲だろ。もう分かったって。髪ちゃんと整えとくよ。聞きたくなった時はいつでも言えよ。歌ってやるから。もうどうした？大切なものはより近くに置きたいんだ。首から下げればほら心臓に一番近いだろ。この鍵はどこに行ってもずっと持ち歩いてるんだ。俺のお守りだからな。お前が送ってくれたものだからかな。これを持ってるとお前がそばにいるように感じるんだ。香水の匂い？それは多分お前から移ったやつだな。たまには二人の写真でも撮ろうぜ。ほら、もっと寄って。怒るなよ。わかったから。カメラの中なら、ほとんど全部、お前の写真で埋まってるよ。お前との思い出は全部、このカメラで記録しておきたいんだ。何か困ったことでもあったのか？俺が帰ってきたんだから、もう一人で抱え込まないでくれ。ホームズはパイプを吸うと頭が冴えるんだって？でも、俺はタバコなんて吸わないしな。こんにちは、俺のワトさん。今日のご機嫌はいかがかな？へえ。また会いに来てくれたの？結構俺のこと気にしてんじゃん。どうした？俺に見せてみろ。俺のピアスが気に入った？なら同じのをあげるよ。お揃いでね。いくら押さえつけてもまたすぐに跳ね上がるぞ。信じられないならもう一回やってみなよ。ん？何？今のはどういうおねだり？贋作を新作として密売している人間、一体誰なんだ？お姉さんのことを知れば知るほど、さらに興味が湧いてくるんだけど。ねえ、俺はどうすればいいと思う？レンブラントは光を使った絵の表現に長けている。そして、それは Z も同じだ。それ楽しいんだ。お姉さんならいくらでも触っていいよ。この服も丈夫だしね。パックスを背負うってことは、パックス全社員のことも背負うってことだ。俺はその責任からは決して逃げない。これからもずっと俺の夢を応援してくれる？それ楽しいんだ。お姉さんならいくらでも触っていいよ。この服も丈夫だしね。俺の夢を守ってくれてありがとう。あんたのおかげで俺は Z のままで、いや、俺たちの二人だったから今の Z になれたんだ。贋作を新作として、いくら
いくら押さえつけてもまたすぐに跳ね上がるぞ。信じられないならもう一回やってみなよ。いくら押さえつけても。映画を見に行くのならこの服に着替えた方が君も気が休まるだろう。新たな案件を引き受けるたびに自分の背負っている責任の重さを改めて痛感させられる。先週見た映画について語り合いたい。いいだろう。時間は私が確保しよう。君が勧めてくれたあの本はもう読み終えたよ。あ、とても面白かった。この前の案件で何か困ったことはなかったか？映画を見に行くのならこの服に着替えた方が君も気が休まるだろう。私からいい匂いがする？だとしたらそれは君から移っ…あ、いや、なんでもない。肩こり？案件の資料をずっと読んでいたから少しは…あ、いや、君の手を煩わすほどではない。大丈夫だ。私にとって君は信用に値するかけがえのない存在だ。大丈夫か？映画を見に行くのならこの服に着替えた方が君も気が休まるだろう。じゃんけん？いいだろう。君が遊びたいなら付き合うさ。これは意気投合というものか。じゃんけん？いいだろう。君が遊びたいなら付き合うさ。私に勝てるのが楽しい？そうか。君が喜ぶのならいくらでも相手をしよう。じゃんけん？いいだろう。君が遊びたいなら付き合うさ。これは意気投合というものか。じゃんけん？いいだろう。君が遊びたいなら付き合うさ。私に勝てるのが楽しい？そうか。映画を見に行くのならこの服に着替えた方が君も。ババ抜きか。いいだろう。真剣に相手をしよう。いや、なんでもない。それでいいのか？そんなに悩んでも確率は変わらないと思うぞ。それでいいのか？大丈夫。まだ逆転のチャンス。約束の時間より早く来てくれるな。時間があったらまた一緒に映画を見に行かないか？ババ抜きか。いいだろう。真剣に相手をしよう。引き直しは許可できないぞ。そんなに悩んでも確率は変わらないと思うぞ。
それでいいのか？すまない、怒ったか？少し大人気がなかったな。来たな。君の顔を見ると不思議とストレスも減るような気がするよ。やっと来た。お前が会いに来るのをずっと待ってたんだからな。じゃんけん。いいぞ。ほら、じゃんけんポン。あれ、負けるつもりだったのに。いや、今のは言葉のあやで。じゃんけん。いいぞ。ほら、じゃんけんポン。負けるつもりだったのに。いや、今のは言葉のあやで。じゃんけん。いいぞ。ほら、じゃんけんポン。やっぱお前の勝ちか。いいぞ。何してほしい？お前の頼みなら何だって叶えてやるから。じゃんけん？いいぞ。ほら、じゃんけんポン。やっぱ俺たち息ぴったりだな。じゃんけん？いいぞ。ちょうどお前のこと考えてたんだ。会えて嬉しいや。ババ抜きか。小さい頃も二人でよくやってたな。いいぜ、一緒にやろ。こっちに決めたらどうだ？早く見てみなよ。これは何だと思う？こっちに決めたらどうだ？もう一回だ。次こそ本気出す。こっちに決めたらどうだ？早く見てみなよ。こっちに決めたらどうだ？だから手抜きはしないって言ったろ。今日は何がしたい？何だって付き合ってやる。お姉さんってやっぱ俺のこと放っておけないんだね。いつも長くは待たせないしさ。今度はチョキを出そうかな。引っかかったね。ちょ、怒らないでよ。俺が悪かったから。じゃんけんいいよ。あ、俺が勝ったらご褒美ちょうだいね。そんなに怒んなって。もう一回やってみようよ。ね、お姉さん。よし、次はグーを出す。信じてくれたの？ありがとう。今度はチョキを出そうかな。わざと勝たせてくれたの？仕方ないな。お礼にあんたのお願い聞いてあげるよ。よし、次はグーを出す。
わ、やるじゃん。よし、次はグーを出す。また会いに来てくれたの？結構俺のこと気にしてんじゃん。ババ抜き？いいけど、俺強いよ。お姉さん、まだ迷ってるの？思い切りって大事だよ。お姉さん、まだ迷ってるの？今回は運に助けられたね。かけようか？次は絶対。切りって大事だよ。今回は運に助けられたね。今回は俺の勝ちだけど、次あたりには負けるか。これにしたらどう？今回は運に助けられたね。お姉さん、まだ迷ってるの？賭けようか？次は絶対に俺が勝つってね。お姉さん、まだ迷ってるの？これにしたらどう？これにしたらどう？思い切りって大事だよ。これにしたらどう？すごいな。もしかして投資とかできる？それ、違うのに変えた方がいいんじゃない？言って大事だよ。今回は俺の勝ちだけど、ま、負けるかも。そんなに俺に会いたがってたなんて嬉しいな。